し、こんにちは。やっていきましょう。戦国無双ですね。前回なんですけど、レアアイテムを、まあ、それなりに取ってきて、何取ったっけ、俺、この前。六神功か。無限城虚空30回をクリアするっていうのをやって、40何回ぐらいまで行ったんかな。43回か42回か忘れたけど、そこら辺まで行ったんで、今回はですね、ちょっと、別の無限城をやっていこうと思います。で、これ、全然取ってないけどね、この。何回 ?41 回か。まだいけるな。これ何回が、あれなのね、一番、何回とかあるんかな、これ無限に続くんかな。無限城っていうぐらいやけんな。無限なんかもしれん。で、今回はですね、奈落です。これ、地の底深くに潜り、再び強敵に相まみえん。再びっていうのはいまいちわからんけど、これは虚空は無限に城を駆け上れか。え?登りよったっけ?登ったな。今回は奈落やね。地の底深く。これをやっていきましょう。で、キャラはね、いろいろ考えたんですけど、やっぱり刑事が一番安定かなっていう気がするんで、ちょっと刑事でいきましょう。で、今回取りたいアイテムは、この五輪書とかっていうやつ。で、この五輪書っていうのが、地、水、火、風、空、空みたいなのがあって、このね、五輪書って書いとるアイテムを5つ装備すると、修羅属性が発動するらしいです。修羅属性っていうのが、なんかあの、三国無双2でいう残属性みたいなのが、これで出るらしいっすわ。で、多分、三国無双で2で残があまりにも強かって3で弱体化されたじゃないですか。で、ちょっと残っていう属性自体があまりにもうチートすぎる。まあ3でもそれなりにチートではあったんで。で、その残を、まあ、おいそれと使えんように、アイテム枠すべてを使ってじゃないと、この修羅属性っていうのを出せないよ。さあ、あなたたちは使えますかっていう。まあ、一種の縛りプレイ的な要素として多分出したんだと思う。で、これで多分アイテムが5つ全部揃うんで、ここら辺が。あとはダラダラ取っていくと。で、武器なんですけど、すんごい強いの取れたのよ、これ。戦神楽45、攻撃74、無双増加69、防御69、無双48。これ激強じゃない？これ多分ね、ちょっと一回見てみたいのは、これのけてみていい?陰陽手職。これ、六人口か。六人口。これのけてみたいんよ、俺。これのけてやってみたい。あれが出るんかどうか、マップが。マップが出るんかどうかを一回見たいけん。ちょっと一旦見ていい?多分今度は、虚空の逆側なんで、もう多分同じことの繰り返しになっていくと思います。あ、やっぱ分からんな。ごめん。やっぱ分からんわ。やっぱりマップは見れんといかんねやね。どんだけ、あれでも。マップは見たいけん。奈落ね。そうか。やっぱりダメなんか。マップが見れんのきついよね。まあ、この奈落を30回クリアすると、とりあえず OK です。これね。で、陰陽手職はいるやろ?どうしよっか。霊媚びなぁ。想像か69ついとる気いらんかな。今回がね、この重ね掛けできるんかどうかがわからんのよ。これがすごい不安で、重ね掛けできんのやったら、できんで、また対策を考えないかんし。で、天狗ゲタはとりあえずいいかな。一旦。で、ちょっと関節防御つけとくか。防御はちょっと一応つけとくやろ。これ、誰か知らんかな、この重ね掛けできるかできんかみたいな。これでだいぶ楽になれんけど、できんとかやったら。無駄なんで。無駄なもんつけたくないんで。霊媚びをちょっと一旦変えよっか。何にしよう。何にするよ。これにするか。体力40ぐらいにしとく。一応。まあ、ないよりあった方がいいやろ。これで行ってみようか。よし。
さあやっていこう。ゆっくりとダラダラと30回目指して。今回も眠たいかもしれん。眠たくなって俺が、うう声。今回も眠たくなって俺がもう喋らんくなる可能性もなきにしもあらず。そう、ここ最近ですね、すごい仕事が忙しくて、もうほんと、僕の仕事ってこう年一で結構忙しくなる時があるんですけど、今回はその年一じゃなくて、突発的なトラブルで、ちょっと忙しかったんですよ。ちょっと忙しかったんですよ。突発的なもので。それがまあ2ヶ月ぐらい続いて、その忙しいのは、今日やっとね、終わったんです。今日やっとそれが終わって、忙しくないことはないけど、忙しい日々から解放されて、ここ数日ね、ずっとね、朝7時45分ぐらいから仕事が始まって、で、終わるんがまあ、8時とか9時とかぐらい。で、僕、家から会社まで結構遠いんですよ。車で1個山越えない関係さ、4、50分かかるよね、片道。片道よ。じゃけんさ、7時45分から仕事って言っても、家を出るのはもう6時半とかなわけよ。6時半とか6時20分に出て、まあ会社に行くんで、で、会社、それが終わっても、帰ってくるのにまた4、50分かかるやん。ってなるとね、結構ね、ゲームする時間が最近全然なくて、やっと今日から 解放されて、まあ、ある程度好きな時間にゲームができるようになってきましたね。嬉しいですね。やっぱりね、仕事は忙しくないに限るよ。正直、自分の仕事が面白いかって言われたら、何一つ面白くないけんね。仕事面白いって感じるのって結構やっぱ、イカれた感性というか、僕の感覚はですよ。その例えば、自分が好きでこの仕事やってます。例えば、アパレル好きで、服屋の店員やってますとか、やべえな。まあ、例えば自営業を好きで営んでますとか、そういうのじゃなかったら、あんまないと思うわ。自分のなんか仕事を楽しいと思える。仕事ってやっぱ基本的にはやっぱちょっと嫌なことに近いじゃないですか。基本的には嫌なことに近いと思うんですよ。嫌なことをする件お金がもらえるよね。みんなが嫌がることをすることで対価としてお金を得る。基本的にはよ。特にサラリーマンなんていう職業は、もう大体がそれなんで。ただやっぱり、まあ、そこにやりがいを見出すか、まあお金を取って嫌なことを我慢するかのどっちかですよ。僕は完全にお金を取って我慢する派なんで。もうね、お金が全てなんでね、世の中。お金がないとね、やっぱね、何しても楽しくないんで。やけん、例えば、まあめちゃくちゃ貧乏で、でももうやりがいだけでこれやってますみたいな人は僕ほんまに尊敬します。やっぱそういうのを見つけれたら一番いいんやと思う。それがね、理想よ。人間は。やっぱやりたいことして、やっぱお金を稼いで、ご飯が食べれるっていうのは、嫌なことがそうないんで、やっぱ理想ですよね。それで言うとさ、このゲーム実況での YouTube だけで生活できる人。まあ、それは、そこに行くまでに大変な思いをしたのはもちろんわかるけど、例えばめちゃくちゃゲームが好きで、もうゲームだけしよったらご飯が食べれるとかっていうのはね、めちゃくちゃ羨ましいなと思う、正直。僕だってその生活ができるならその生活がしたい。と思うわけでさ。いいのいいの。宝物集めなんて無視よ。これ多分59秒が限界なんかな？なんかそんな気がせん。この無限城やったら何回までいけるんでしょうか？お、なんか来たぞ。よし。これはなんか取っとった方が良さそうやな。これ何のためにあるの？これ何なん、これ。経験値。今回ね、意外とこれね、うまく取れんのよね、アイテムが。
難しい。このアイテム取るの難しいんよ。はい。はい。さあ、これ。あ、終わりか。よし。あの、ウィートン気になるけどな、ちょっと。もうちょっとここ作り込んでほしかったな。お、来た。五輪書地。猿剣豪の兵法書、すべての書を装備すると。剣豪の兵法書、兵法書。よし、今5回クリアしたけんか。こんな感じで30回まで行くんやね。なるほど。まあ僕基本的にノーカットなんでダラダラ行きますよ。文句なしでお願いします。もうね、めんどくさい人はね、あの5回10回15回のところまで飛ばしてください。あ、もちろんセルフでね、セルフでね、僕そんな何分何秒とかしないんで、そこら辺はセルフでお願いします。6回かな、次。7回か。ああ、そうかそうか。あ、これね、壁際歩いたら当たるらしいよ。最近知った。最近ってか、まあ、まあまあまあやけど。誰かに教えてもらったか、なんかのサイトで見たか、どっちかやったと思う。よし。まあ、ここら辺で回復はできるけんな、一応。うお、怖え。あのね、鉄砲隊とか連休対象とかな、連投対象めちゃうっぽいんやって。俺相当嫌いやわあいつら。来い。よし。いや待てよ、俺あの意外とさ、忍者の上から落ちてくるやつ、前の国運の時めっちゃ暗いよったやん。あれ天狗下装備しとったけんかな、移動速度を無駄に上げとったけん当たるのか。なんか今当たってないな、あんまり。あんまり当たってないね、言うほど。はあ、それは無理やろ。これは避けれんぞ、お前。今の避けれるのはちょっときついね。あれ避けはちょっときついわ。あー、いらん。逃げろ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 、必要ない。うわ、こうべ。今の何、俺よう避けたな今の。上か、違うな、下か。ここら辺なんかあるんじゃない。なんもなかった。今のなんか罠あるかと思うやんね。はいはい。よし。へい。さあ、なんとか30回はクリアしたい。この一発で全部揃えたい。で、あわよくばもうちょっと進めてみたい。どこまでいけるのか。なんか再び強敵に相間見えんってなんなん。再びってどういうこと。本田忠勝とかってこと。それか自分が最大の敵ですよ的なやつかな。その操作キャラの敵が出てくるみたいな感じじゃないかなと勝手に言ってんやけど。なんでや。で、しかもそれが何回で出てくるんやろ。100回とかが限界なのか。こそこいつ100回とかが限界なのか。100回、何回、無限って言うけど、もうほんまに無限にあるんかな。永遠、もうとにかく永遠に進めていけるんかもしれんね。さあ次行ってみよう。いけるのか。で、あの虚空がみんな何回ぐらいまでいけるんかっていうのも知りたい。意外と俺の41回がすごかったりするかもしれんやん。けど全然まだまだしょぼいよねっていう意見があるかもしれんし、何回ぐらいがこの酵素なんかが知りたいよね。またこれや。でも意味ないんよな、ここら辺は。今の口封じに失敗したらどうなるん。俺毎回思うよね、あれなんなんやろって。よし、無視。オッケーオッケー。全然減ってないよ、59分から。
でもさ、俺、虚空と違ってさ、なんかそんなにミッションないよね。何？あれみたいな。あ、でもそう、宝物集めるミッションあるけど、あんまりさ、あれがないんよ。何分以内に何人撃破みたいな。なくない？家康。よし、次。ええんよ、ええんよ。宝物なんて知ったこっちゃないわ。これ終わったら見てみよっかな。虚空とか奈落、何回まで行けるんか。というか、その何回まで行った人の動画みたいなのないんかな。俺は極力この戦国無双に関しては動画は見ないようにしてるんで、わざと。三国無双はね、やっぱ見とるけんさ、普通にやっとるし、ある程度。2はね、3はやってなかったけど、システムもある程度分かっとるけん、まあ、別に見ても見んでも変わらんかなと思うけど、戦国無双だけは本当に、このゲーム実況を初めて触ったね、この戦国無双というシリーズ自体。やけん初代からやるよね、やっぱり。あ、取った取った。風かなんか来たぞ、今。あ、ミスった、ミスった。2個目取った。ごめん、飛ばしてしまった。全然見てなかった。よし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 、2個目かな。次3個目かな。え、1、2、3、4、5。5、10、15、20。え、5、10、15、20。え、5、10、15、20、25？ ん？ 30 回やったよね。どっかで10回刻みになるんか。うわ、ほら。これは食らうんやな。うざいな。ちゃんと食らうな。別にええけど。別にええけどよ。ああ、気づかん。マジできつい、この罠。ほんまに気づかんわ。いや、あいつらね、マジでね、くっそ、これさ、避けようある？無刀取りしかないよね。持ってないんよ、こいつ。持っとんかもしれんけど、俺育ててない、そこまで。ケイジは俺ね、ちょっとね、スキル取り、あんま取ってないんですよ。わざと。武器取得が簡単になるかなと思って、あんまり気にして取ってないの。なんかでもちょっと罠の数がひどくなってきた気がする。ここら辺から。あ、濃姫か。よしよしよし、アイテム取れるぞ。頑張れ。手を伸ばせばすぐそこだ。さあ、次何回じゃ。まだあるんか。12回。14回。14回。くそ、めっちゃうざ。マジうざ。やっぱ。お前ら全員かよ。これは。ちょっと回復欲しいね。もう、避けれん。あ、ミスったな。これは、やめる。やるんじゃなかった。おい、マジかよ。もう一発。ダメか。えい。もうちょっと先やね。25回ぐらいからアイテムとか武器欲しいんよね。40回ぐらいのさ、武器とかアイテムめちゃ強かったやん。あれぐらいで欲しいわけよ。理想は。俺、この罠引っかかったことないと思うんやけど、今まで。あれって引っかかるん？なんか当たらんくね？割と当たり判定が狭い気がするの俺だけなんかな。逃げろ、逃げろ、逃げろ、ひたすら逃げろ。よし、オッケー。
敵将撃ち取ったぜ。まだ59分や。1分しか減ってない。OK。これで半分ぐらいかな。15回、次16回。そこのね、ちょっと仕事がさ、忙しかったっていう話をしたやんか。このせいでっていうか、このおかげでさ、マジで動画全然撮ってなくて、今ね、ストックが4本しかないのよ。動画のストックが。いつも1日2本ぐらい上げるんやけど、まあ、これトリオンがね、ちょっと撮影、くっそ、避けれんかった。最近の投稿日からちょっとずれとんですけど、それでもね、だいぶ、やっべ。もうだいぶストック切れてきて、結構厳しい今。逃げるんだ。うわ、怖え。もう、ダメやな。当たるな、やっぱり。あれ、避けれんな。雪村ちゃーん。えい。これも一瞬で30回来るんじゃない？何回？マジで何回ぐらいまであるの？相当気になる。あの、虚空が気になる。俺30回で終わりやと思ったけどさ。あれ言うとやり込みになるやん。なるべく強い武器って、今回意外とユニーク武器が強くないみたいやけん。もう普通に、3武器とか4武器とかで強いのを見つけていった方が早いんかもしれん。まあキャラによっては多分使いやすいのもねえよね。そこら辺が強くないキャラもおるけんさ、4武器、あ、もう5武器がね。5武器、6武器が強力じゃないキャラももちろんおるんで、そういうキャラをどうするかやね。長えな、まだ18回か。でもなんだかんだでもう3分の2か。結構来たな。結構来たよね。意外と。どっちがいいんやろ。こっちのがいいんかな。うお。やっぱり天狗下駄履いてないけん当たらんぞ、意外と。意外と当たらん。これは行くんじゃ。はい。こっち。はい。あ、違う。上からか。こっちからか。やべえな、あの弓めっちゃ嫌いなんやけど。怖っ。バッチ怖っ。とにかくね、減らしたい。この時間を。時間を消費せずに進めていきたい。これでもさ、陰陽手宿なかったら結構きついね。いた。信玄って何これ、ちょっと、レベルアップするときの敵なのか。敵の強さがこの信玄登場ぐらいから一気に変わってくる気がするんやけど。人によって違うんかもしれん。五輪一生引きましたね。猿剣豪の兵法書。すべての小装備すると、火ですね。よし、もうちょっとだ。19回やけん20回か。次20回いったら30回をとりあえず目標やけんね。何が何でも30回まで行きたい。やばい、始まった。ちょっと眠たくなってきた。俺最近さ、この仕事が忙しかったのもあってさ、マジで10時半ぐらいからもう目がえぐい。目がね、限界が来る。俺の目がね、閉じてくるんよ、自動的に。もうあれと一緒よ。怖っ。服屋さんと一緒よ。6時ぐらいになったら服が、もうシャッターが閉まり出すのよ、自動的に。もうそういうプログラムになっとる。食らったわ、このアイテム、この罠。多分初めてじゃないけど、初めてってことにしとこう。どっちや？下か、これか。食らうんかい。
よし、もっちゃんや。オッケー、オッケー。さあ、次でございますね。よし。いや、こ、やば。違うな、こっちやな。違う。ほら、来い。見ついて。お前、すごいな。よっしゃ、よっしゃ。あのさ、なんか、チャージ位置のさ、真田幸村とか、ための時にね、攻撃期間のどうにかならんの、あれ。あ、あれはどうにもならん、そういうもんなんやろ。今の距離で当てるんや。すご。天才的。よし、今回は早いぞ。へいへい。よし、オッケーオッケー。これで今俺何回や、記憶にないぞ。もう眠たい。あともうでも20回は行っとるやろ。行ってないか。まだ20回到達してないか。俺はどうや。22回か。シュラや、来た。マジで。あ、すごい。あ、すごい。マジで。これ使えんのきついな。よし。下り階段の間に黄金出現って書いとった。今書いてなかった。書いとったよね。どういうこと。これか。お金なん、ゴールドって。あ、砂金か。そうか、砂金ってお金か。この時代のあれを集めて何になるの。なんかなんとか量やったよね、お金の単位。あれがなん、あ、なんかでもこれは絶対せないじゃないですか。マジで。あ、でもこれいいぞ。凍らしたら強い。だって凍らしたら問答無用やん。しかも地上ヒットやし。なんか雑魚がハイパーカッションやけど、これなんか出るんかな。何も出んな。次、右。負けられない戦いがここにある。オッケー、板天下や。オッケー、逃げろ逃げろ。あとは上。らっしゃい。らっしゃいらっしゃい。オッケー、59分来たよ。何？もういいや。
なんか黄金出たけどいいや。あれはまた後で集める。あれなんなんやろな。あ、なんのための、なんかするんやろか、あの黄金で。溜まっとったもんね。かつてないさっき。誰？出た。出ました。やばいな。やばいな。ちょ、やべえな。邪魔してくんなや。鬱陶しいの。正味お前なんかでも弓兵のが怖いわ。やば。あ、キモ。何だったのお前。ちょ、待て。落ち着け。やばい。いや、こいつ強いわ、マジで。おかしいやろ、こいつらの強さ。俺今確かなんかつけとんぞ。ええの持っとるやん。来い。これってマジで凍らん。いける、倒せる。こいつ倒したら回復出るんじゃない。オッケー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 。よしよしよし。回復ちゃうんかい。あ、出る。出たやん。よしよっしゃ。これいいよね、一応回復出るの。まあまあ大きいよね。目覚めたわ今ので。今のでバッチリ目覚めた。さあ、もう寝ることはないやろ。よし。なんだかんだで倒せるぞ。さあ、ここら辺から強くなってくるよ。武器が。もう大したことないけど。五輪書風、来ましたね。猿剣豪の兵法。またか、でも。まだもう一個かな。ラスト、次。次ぐらいがラストじゃない？風やろ。次が空ね。30回でクリア。で、今、次25回やけん。あと、5、6、7、8、9、10。あと6ステージクリアしたら、とりあえず、アイテムは全部取得ね。あとは、己との戦いです。どこまで行くか。おいおい。いらっしゃい。ここら辺からまた強くなってくるんやろな、敵が。アホみたいに。アホみたいに強くなってくるような。やだな、レント。うわ、なんか出てきた。真ん中。橋。落ちてきそう。敵が落ちてきそう。ほら、来た。ほら、来ました。いい感じ。こっち。奥にさんは左ね。左から回り込むと衝撃が当たりにくいっていうのをこの前の虚空で学んだというか見つけたんで。いやでもね、実際ね、左に回り込んだら当たらんかったよ、それなりに。まあどうしても無理な時はあるけど、これね、マジでね、この連投がマジで強いんやって。連休か。なんでこんな弓強いの？やばいのもないけど。気違いみたいなのもないけど、なんか、乱射手段通ったことない、鉄砲。あんなんが一番怖いよな。やばい。敵が多い。逃げるぞ。
もうこいつら無視や。ひたすら無視。下を目指す。このアイテム取れたらだいぶ楽やね。もうあとそんなに考えることないもん。もうパパッと取っていって、まあ難易度はあるやろうけど、そこまでこう気にしまくらんでもいいレベルではないかなと思うんですが、これめっちゃ嫌い。これ相当怖ない？あれバイオハザードだったら一瞬で終わりよ。もう即死亡、即死亡。レオーンってなって終わりよ。さあこの罠を抜けていきたいんやけど、誰や、なんやねんお前。シャラッケシャラッケ、よっしゃッケ。さあ次27回やね。意外と長かったね。やっぱり40分ぐらいはかかるんか。どんなに急いでもそんなもん。うざ、しかも違うし、下か。もう罠にな、罠を抜けれんのよな最近。やばい、ヤバミちゃん、これヤバミちゃんが。逃げろ逃げろ。下、ここら辺どっか多分来ると思う忍者。仙人は仙人で貯める剣打ってほしいよな。マジかよ。マジか。これがあと最後のきつい。あ、なになになに。なに。マジかよ。よし、OKOKOK。 まだでも55分よ。だいぶ余力あるよ、時間は。あとは俺の体力がどれぐらい持つかやね。まだ大したことない。天狗ゲタも40になった。これ最大なもう75って言ったっけ。誰か75ぐらいが 最強ですよって言った気がするんやけど。はあ、28回かな次ね。次28回じゃなかったっけ。いけるのか俺に。さあ、あと3回、あと3回クリアすれば30回や。でも刑事出てきたけんな。誰なの刑事。ただかつ、でも逆に言えば虚空って別にそういうのなかったよね。なんか再び強敵に相まみえんとか書いてなかったよね。ひたすら潜っていけみたいな書き方じゃなかった。いや、しかもね、なんかコメントにね、なんか奈落やってほしいですみたいなのがあったんよね、ちょこちょこ。今まで何回かそういうコメントを見て、なんか奈落の最下層にはあいつがみたいな、なんか匂わせコメントみたいなのをしてくる人もおったんやけど、あれがよくわからんのよね。あいつがってなんだ、雪村とかじゃないのか。さすがにないか。よし、オッケー。もうね、なんかね、戦国無双4か5かは知らんけど、忘れたけど、なんか濃姫のさ、なんか衣装というか、なんかキャラデザインが一新して、てかまあ多分みんな一新しとんやけど、
めっちゃ可愛いんですよみたいなの聞くけどさ、もうそれも俺極力見んようにしようよ。そういうコメントは見るけど、それを聞いてじゃあ野姫見てみようってせんようにしようよ。もう本当に初見での楽しみにとっておきたい。そういうのはもったいない。じゃないとせっかく初見でやるよんのに、見てしまったら楽しみが半減するじゃない。三国無双はね、ある程度知っとるけん別にいいんやけどね。まあセブンも普通にやったことあるし、昔。そんな自分の中でレアなもんでもないけん。うざっ、あ、うざ、あいつなんなんマジで。やべえな、あんな外すとかやった。へい、危ない危ない、回復されるとこやったわーって見えんかったわ。信長かー、やだな。マジかよ、押し切れ。よし、OK、マジでやべやべ。引きつけて、倒した、やったやった。意外とね、今回ガードせんときもあるけん、適当にね打ち続けよったらいつかは当たるのよ。そういうもんなのよ、今のこの猛将伝は。無印の方はもう 100% 来たね。30回や、これラストやん。うざ、お前、俺のお前記念すべきラストに何をしてくれとんじゃん。まだこれしたか、俺の記念すべき最後の戦いに水を差すな。キョッケ、さあここじゃないんかな。でも30回って書いてはなかったけんな。もしかしたらこれをクリアして、もしこれに制限があったら、この回数にここが限界ですよみたいな、そこまでいってたら強敵が出てくるんかもしれんよね。逆に言えば虚空もそういうパターンかもしれんよ。うざ、虚空もまだまだ、いやちょやばいわあれ、こいつらやばいって。どないなっとんは、ちょっと待って、んやばいな、ちょっと待って、敵がえぐい、敵がえぐい。あー、いかん、もう待って、リュフ軍って書いてない。リュフ軍ってどういうこと。リュフ軍って、リュフが出てくるってことで、お前なんで武器なん、キモ、なんで武器なん、ここまで来て。ちょ待って、落ち着き、やばい、ちょ待って、俺今それどころじゃないマジで。回復ないねんけど、え、旅風軍って書いてない。ちょ待って、これまずくない。でも、俺は旅、なんでお前、嘘やろマジで。おい、やばい、旅風や。しかもなんかあれも変わってる、 BGM も。え、 BGM 変わったんやけど、雑魚が強。待って、お前なんか、やばいな、当たらんのか、きつ。
うわ、これきついかも。やばいな。うわ、待って、俺これ回復ないんやけど。どうしよう。ちょっと回復ないんきつない。これか、やばい、これ回復ないんきついな。やば、待て、落ち着け、お前。ちょ、俺回復ないんやって今。あ、ちょっと待って、これきついかも。回復ないわ。どうしよう。うわ、こえ怖いって、お前やばい、やばいって。やばいんよ、それはまずい。ああ、あー、死ぬ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 。逃げ回れ逃げ回れ。避けるんかい、来いや。ビビっとんちゃうで。よし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 よっしゃ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 。うわー、倒した。あっぶね、あっぶね、マジ普通に死にかけた。あ、でも終わったね、奈落。奈落終わったね。え、ということは虚空にも制限があるんか、どっかで。え、奈落もこれ以上いかんのか。ああ、そう、そうでございますか。五輪書空来たね。猿剣豪の兵法書、すべての書を装備すると、やったやん、クリアしたやん、なんだかんだで。あ、撃破数とかあるんやん、俺。あ、なるほどね、撃破数がランキングになっとるけん、ダラ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 来よったんじゃいかんということが。あれに1位を取るには敵をどれだけ倒したかっていうのが大事になってくるね。ははーん。さあ、ということで、五輪書ですね、全部取ったので、ちょっと、やってみてもいいかな。で、どうせならさ、地獄で、ちょっとやってみる。ですね。で、まあ、ついでと言っちゃなんですが、ついでと言っちゃなんですが、どうしようかな。ついでと言っちゃなんですが、ですね。まあ、まあ、今更このゲームをやる人はいないと思いますが、まあ、猛少年はですね、まあ、スキルの育成をするのに、無印と違って、すべて S で取りゃ S で取るほど強くなっていくわけですよ。あの、階級縛りがなくなったんで、猛少年で。で、それをね、じゃあどうやって取るのかっていうところ、すべての S を取って、どうするのか、すべての S を取るためにはどうすればいいのかっていうので、まあ、難易度が難しいから、まあ、修羅とかあるんですけど、地獄か。まあ、ある程度
ステータス上げると地獄ではもう通用しないんで、あ、うん、地獄難易度では通用しないので、まあ、ある程度ステータスを上げた上でのお話ね。で、まあ、これは多分サイトとかにも乗っ取って、なんかの YouTube でもね、見たんですよ、僕。この、どこで上げたらいいんやろと思って YouTube で調べよったら、まあ、このステージが一番楽ですよ、みたいな YouTube を見つけて、まあ、それを参考にスキルを上げていってるんですが、それがですね、これですね、稲姫の章。で、これのいいところは、猛将伝のディスクだけでできるんですよ。これ今、結合しとんで、全員出てきてますけど、この小選択が。本来はこの4人だけなんで、この4人。この4人だけおるんで、稲姫の章で、しかもいいのが、第1ステージなんです。これ、金ヶ崎撤退戦。ここで、まあ、すべての S を取るためにどうするのかというところでですね、まあ、とりあえず武器これで、アイテムは単純に、これをつけたい。血、水、火、これで修羅がつくんだって。風、空、これで修羅属性になるんやって。俺も修羅属性って聞いたことあるだけで、全く使ったことも見たこともないんで、これに関しては。あんまりどれぐらい強いんかわからんので、まあ、適当にやっていきます。で、まあ、こっからですけど、まあ、何をするかというと、ですね、スキルがですね、確かミッションと、時間と、ミッションの達成率、時間、で、勲功アイテム、砂金とか黄金とか、あれをどれぐらい取ったかっていうのと、あとは、無双奥義か。無双奥義の評価が4つぐらいあって、で、これを全部 S を取ると、その分に応じたスキルポイントを獲得できると。で、これは無印と違って階級の縛りがないんで、もうとにかく S を取れば S を取るだけスキルポイントがもらえていくんで、早く育成が終わるというところでですね、まあちょっと説明しながらダラダラやっていきます。まあ僕もちょっと参考にさせてもらったレベル上げではあるんですが、ミスったな。これ、馬がねえな。そうか、馬がないんか。ごめん、馬がないわ。これ修羅属性。いや、もう絶対強いぞ、でも。この修羅属性強い。しかもさ、あれ溜まってなくても出てなかった。無双奥義。今作って無双奥義溜まってないと多分ダメだったよね。じゃなかったっけ。で、ちょっと、まあ、一旦これを確認してみよう。でもあれか、残属性に近いけど、雑魚即死か。雑魚即死やな。ほら、なんかかっこいい。あ、なんかかっこいい。エフェクトかっこいい。見てこ、見てこ、エフェクト見て。エフェクト。ほら、わかる。でも、あー、でも一撃死じゃないやつもあるな。これさ、でもだいぶ使えることない？普通に。やっぱアイテムが1個もつけれんってのはやっぱネックなんかな。これぐらいになってきたらもう、これぐらいまで強くなってきたらあんま関係ない気もするけど、普通にプレイするんやったら。これで奈落池とかはきついけどね、さすがに。これで奈落池とか、虚空海やれとかっていうのは正味しんどいけど、でもこれだいぶ強いよ。ほら、ほらほらほら、これ関係ないか、これ関係ないな。うん、これは発動せんね。無双儀出るんじゃないこれ。あ、でも無双儀は出んな。あ、帰ってきた。帰ってくるんかい。ほら、溜まってなくても出るもん。強いじゃないか、君。君やるじゃないか。ほら、ほらほら、やるじゃないかって。いや、強いぞ。ああ、強いんやけど。強いのは強いんだけど。
いやーね、音かっこいいな。シュキンシュキンって、シュキンシュキン、いかつい音しよんな。いやでも、あ、シュキン、シュキンってこの鈴か、俺の武器違うよね。俺の武器のシュキンじゃないよね。あはん、そういうことね。あ、強い強い、やっぱ一撃死強いわ。確率かな今回も。今回も確率の可能性があるな。はいはい、伏兵来よった。なるほど、うん、まあ悪くない、非常に使いやすいと思う。ただこのレベルにしか通用せん気もする。やるな、このレベルの敵にしか通用せんかもしれん。あのもっと敵が増えると、増えるとか強くなると、意外とやっぱ普通にアイテムつけて攻撃力とかをつけとる方がいいんかもしれんね。こう見るとよ。どう、ほれ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 、らっしゃい、ほれほれ、らっしゃい。でですね、まあちょっともうめんどくさいんで説明省きますけど、まあ時間、このステージ稲姫の金ヶ崎撤退戦で4つある評価全部 S を取るために、まず時間はですね、確か59分何秒とかの、なんか1時間のステージなのか30分のステージなのかで確かだいぶ変わったはずなんですよ。けん10分の1の時間以内でクリアすればとりあえず S は取れる。けん松風必須、これ60分のステージのはずなんで、まあ、6分以内にクリアすれば OK と。で勲功アイテムはとりあえずボスは全員倒す。めっか、ちょっと一回やめよう。これ終わってからにしよう。はいはい、強い、うざいなこいつの、これめっちゃうざいんですよ。なんとなくわかった、なんとなくわかりました、修羅の強さが。けどやっぱさすがにアイテムを全部装備して使うのはちょっときついかな。で話戻るんですが、まあそのどうやって全部 S を取るかっていう話ですよ。で僕そんなにちゃんと調べたわけじゃないんで、なんとなく見て感覚でやりよるんで、そんなにこうかしこまった、絶対こうしなさいみたいなのではないんですけど、大体これでいけますよっていうのを今からやります。でですね、まあ、何でもいいんですが、とりあえず欲しいのは松風、これは絶対欲しい。で攻撃、まあできたら、でまあ今自分はいらんけど、この前田刑事やったら、今の前田刑事やったら、このこれもまあないよりはあった方がいい。でまあ霊媚び、あと何でもええんで、卑弥呼の符。で、さっき言ったみたいに、時間はですね、6分以内にクリアっていうのが一つ。と、まあ、敵武将は全、まあ、ミッションか。ミッションも全部クリアする。ミッションも全部クリアするのと、勲功アイテムっていうのがあって、これでエースを取るために、ここで言うと詰所頭を3つ倒す。これ詰所頭を3つ倒す、これ今1人目ね。で詰所頭が落とすこの砂金を3つ取るんで、これで勲功アイテムがちょうど S になるぐらいらしい。でもちろんこの雑魚編、あのボスも倒すのよ。ミッション このステージでミッション全部クリアすると、もう全部の敵を倒すことになるんで、自動的に。で、こいつも倒すやろ。で、もう一つは奥義評価っていうのがあって、これがね、確かね、一回の、
無双奥義発動してから終わるまでに最大撃破数が確か14人以上になっとかないかんこと、プラス無双奥義で倒した敵の数が百何十人とかを超えないかんよみたいな、なんかそんなややこしい縛りがあるんですよ。なんせその無双奥義で1回どっかで14人以上を撃破できて、かつトータルで120人ぐらいか150人ぐらいか忘れたけど、まあなんせそこら辺切っとけばまあ S 取れますってというのがあるわけですよ。で、それをやるためにまあ僕が一応考えとるのは、ここで敵がこうやって寄ってくるけん、こいつら引きつける、で、無双奥義にして、まあ、刑事は別に何でもいいけど、これで今、38人ぐらい。で、この最後の主筋っていうあの衝撃波で倒した敵はカウントされないらしいです。なんで、主筋ってなるまでの、撃破数。これがね、意外と最初の方やと、あの、無双ゲージ自体が短くて全然倒せないんですよ。なんで、まあ、それ後で説明しますけど、上げていくスキルもちょっと考えてあげていかんと S が取れなくなっていく、どんどん。で、まあ、今ので30何人倒したろ、で先に取ったろ、先にというか勲功取ったろ、で次、あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。で、これあるあるかどうかわからんけど、なるべくさっきのやつを早く倒して早く馬に乗って、この後ね、あの忠勝がね南に向かうみたいな、あ、これ南の者続けっていうんよ。これを言い終わるまでに、このどこまでこっち向いてこれるかっていうゲームを一人でするよね。あるあるかどうか知らんけど、俺はやってしまう。で、まあ、ここら辺もね、一応ね、まあ、別にここはせんでもいいんやけど、まあ別にここもしたかったらしてもいい。で、ケイジの場合はこれが強いんでしょうね。十分これで戦える。これで、まあ、19人やろ。これで言うたら、トータルで今、まあまあ倒しとる。で、これ、爪小頭。あれ取った俺。あ、これね。黄金。で、次はこの右上のやつ。こいつを倒す。でね、こいつがね、寄ってこんけんなる、なかなか。あのね、まあ、何人とか、ま、変に数えんでいいと思う。もう、今この、俺がしよるぐらいの敵の数を倒しときゃなんとかなる。とりあえず S は取ればって思っとっていいと思う。って言ってこれで S 取れてなかったと思うけど、これ OK。 なるべくこの1回でいっぱい倒すのとトータルで百何十人以上倒しとく。でこれ実がね、本当は寄ってくるんやけど、今回寄ってこんかったけど、ちょっと時間かかるわ。よし、オッケー。で、次下ね。今でも多分90人か100人ぐらい倒してるはずなんで、無双奥義で。で、次こっち。で、こいつを倒すと伏兵とかが出てくるけど、ちょっと時間があるけん。あ、ミスった。それ飛ぶんじゃ。知らんかった。で、これ倒すやん。で、これ乗って、あと、みんなが逃げていこうとするけん、次の伏兵が出てくるまでの間に、まあ、時間があったらこいつを倒しとく。これ。この次がね、めちゃくちゃ、あの、撃破数稼げるんですよ。ミスったな。で、今のうちにこっちに来るやん。この真ん中の下に来るんですよ。で、ここら辺にね、突人が2人おるけん、突人、こいつ1人、突人1人、今トータル後ろ、このね、どっちかが攻撃を持っとって、どっちかが防御を持ってる。今回は一発で当たったけど、これをね、ちょっと取らずにこの周りをうろちょろして敵兵を引きつけると。で、しばらくするとこの伏兵が出てくるんで、こいつらを引きつける。この2人敵将が出てくるけん、こいつらを引きつけて、ここで攻撃を取って、こっからです。
これがめっちゃ稼げる。ここで無双位を使って、これ見て、これよ、ここがマジで稼ぎ時。 OK、 もうね、さっきの2回ぐらいとここだけでもう大抵のミッションはクリアできる。この撃破数、奥義撃破のミッションは S 取れるけん。で、さっきの黄金か砂金かさやけど、あれも間違いなく取っとくと。で、この浅井とお市のところも、ここもまあまあ稼げるんで、ここも引きつけておくと。OK。で、ここら辺もね、誰か一人ね、落とすけん。なんだっけ、攻撃アップのアイテム落とすけん。ここね。ここもまあ 40人ぐらい稼げるけん。で、ここは、お市が落とすこの黄金、金塊を取っとくと。で、あとは、まあ、あとはね、そのステータスとかに応じてちょっと変化をさせていかないかんけど、まあ、ここの詰め所頭も倒しとく。これ3つ目やけどね。これが最後。で、今の僕の状態だったら、これだけで、とりあえず OK。で、あとは敵を倒す、普通に。今ので、あとはこの時間ね。ごめん、時間が違うかもしれない。時間何分やったっけ？なんかね、何分以内みたいなのがあったんですよ、確か。それをクリアしとったら OK。確か10分とかじゃなかったかな。で、ここら辺も結構敵稼げるんで、だらーっと引きつけといて、これ。ここね。これよ、この敵がね多すぎると、こうやって固まるけんさ、固まってきたらチャンス。固まっとるってことはめちゃくちゃ敵がおるってことやけん、大量撃破のチャンスなんで。こんな感じで、あ、マジでミスったな。オッケーオッケー、これでオッケー。オッケー、詰将頭3人の砂金と、あとミッション全撃破、なおかつその敵兵の空港アイテムは全部取る。で、無双奥義で、1回の無双奥義で14人か15人以上撃破、かつ、トータルの無双奥義撃破数が100何十人以上突破するっていうのと、まあ、なんせ早くクリアする。で、ルートはもう今のルートでいいです。まあ、僕もこれ人のやったプレイを参考にしたルートなんですけど、これだけで多分全部 S は取れるはず。あとは自分のステータスに応じて、まあ、普通難しい地獄で、まあ、難易度を上げていくというようなところで、やっぱ最初から地獄は無理やけん。絶対に。はい、これで SS ですね。全部。クリアタイム6分49秒。ごめん、6分じゃなかったわ。何分かしたけど、6分49秒でクリアして、評価 S 取って、勲功は1060マックスもらえると。で、クリアタイムか。クリアタイムが6分49で S。勲功はさっき言った、詰将頭3つ。これは今から説明しますけど、僕のスキルの話ですね。今のスキルだったら、この、今の入手数で S が取れるよと。で、ミッションは全部達成したことで S になりますよ。で、奥義評価はこれ799で書いてもようわからんけど、799人も倒してないのに、無双儀で。なんかわからんけど、まあ、なんせ、14人以上撃破が1回、プラストータルで130人か140人かぐらい倒すと全部 S が取れる。で、これは地獄なんで、4180ポイントぐらい、まあ、もらえますよと。これが普通になると1200で、難しいで2400ぐらいだったかな。だけど、なるべく早くステータスを上げていって、地獄難易度でこれを量産できるようになると、もうそんなに時間かからずスキルが上がっていくと。こんな感じでね。今、技能ポイントがこれ5600ぐらいあるってことね。で、こっからの話なんですけど、まあ、どのスキルを取っていくのがいいのかというところで、とりあえずまず優先して取っていくのは、このスキル、ステータスアップね。スキルアップ、ステータスアップの時の話ね。まず取っていきたいのはですね、これです。勝ち時。
勝ち時は大体この一発目か次のとこにおるんで、これは取っときたい。これがね、勲功と戦後評価が増加っていうのがあって、これを上げてないと今さっきのルートで行っても S 取れんくなるんですよ。これって言ったらかさ増ししてくれとんで、勲功と戦後評価を。これをなるべく先に取って、普通難易度でも今のルートで S が取っていけるように補正をかけていくと。ただこれ習得条件ってこうやってちょっとめんどくさいんですけど、あ、これないんか、これないな、ごめん、これないわ、これないけん、まあ、あとは自分のその技能ポイントの許す限り、まあ、追加で取っていくと。で、勝ち時はまずこれガンガン取っていきたい、なるべく4に上げたいっていうのと、なおかつこれ、あ、違う、活心、これ最大体力の増加率上昇、これをなるべく上げていくと、ステータスが上がるときの体力の増加率が上がるんで、まあ、ステータスが単純に伸びるというようなところ。あとこれですね、進化、最大無双、これが無双ゲージを上げる、この進化と、活心をなるべく優先して取っていきたい。この、まずこれね、活心、進化で、勝ち時、まあ、勝ち時最優先で、勝ち時が4まで上がると、もうさっきの僕のルートで難しいだろうが普通難易度だろうが天国だろうが S は取れるんで、今のルートで行けば、あとはその無双奥義がうまいこといけばね、その無双奥義で S 取るためにもこれが欲しいわけですよ。進学がこれがなるべくいっぱい上がってくれんと、無双が続かんけん取れんのよね、続かないから、倒せないから、その分で、なるべくこれを取っていくと。で、まあ、あとはまあ適当なんやけど、ある程度適当なんやけど、正味こんなんどうでもいいんで、取らんでもいいんで、ここら辺は一発取っといて、あとはこっちにつなげていくとか、個人的に欲しいのはね、乱撃、コンボ数によりダメージが増加っていうのを、まあ優先っていうか普通に欲しい。で、チャージ攻撃力上昇の連機も欲しいし、コラント回転も欲しいね。この無双奥義の攻撃力自体の上昇、これも S 取るためにいるんで、で、これ、無双奥義が常に無双非奥義になる、これも欲しい、回転。これをすると、単純に攻撃力が上がるのと、あの、最後にさ、なんか追加攻撃みたいな知らすやん。これも欲しいんよ。で、これはね、欲しいよね、無刀取り。移動時に敵の攻撃を自動で防御する。これ、なかったけん、俺は多分、国空でだいぶ苦戦したんだと思っとる。で、一戦、まあ、これは正味どうでもいい。そんな使わんし。で、これもいいよね。我流。無双非容疑中の属性が武器属性になる。これが言ったら、これを取っとけば、常に無双奥義を発動するたびに、自分の武器の属性がこの無双非容疑につくんで、例えば、先行がついた武器で、これとこれを取っとくと、自分の無双技一発一発に先行のダメージが乗るんで相当強くなるんですよ。だけど、あの武器取得で、雪村の5武器の時に無双非容疑に、あの先行が乗っとったのはこれのおかげなんですよね。これがあるけん乗っとったと。これがなかったら普通の無双非容疑です。あとは猛攻で正味このふらつかなくなるっていうのは結構いいんで、取っとったらいいと思います。それなりに使える。で、土発ね、無双ゲージが溜まりやすくなる、これも欲しい。ここら辺は正味、個人的にはどうでもいいかなと。あと、居合か。攻撃範囲が増加。っていうところかな、猛攻は。これと、ここら辺とこれ。ぐらいがあったらいいかなと思う。優先的に取っていくのはね。で、今度、護身の方はですね、もう、いなしとかもまあ、あったらいいと思う。全然。で、これが欲しいんですよ。逃げ水。チャージ攻撃中に緊急回避が可能。これめっちゃ強いんで、あの雪村でやってますけど、チャージ攻撃した瞬間にあの R2 を押すとそのまま回避するんで、これめっちゃ攻撃つなぎやすくなるし、あの攻撃した後の硬直時間の間に反撃されんくなるんで、これ超強いっす。これはね、優先して取っていきたい。灯籠今取ってやろうみたいな感じですわ。で、いいアイテムを安くの千里眼とかも悪くないんで、普通に武器厳選とかアイテム厳選で使えるんで、まあ取れるなら取っときたいね。
で、これね、維持、どんな攻撃を受けても気絶しない。これ強い。これがあるとだいぶ使える。っていうところで、で、ここら辺はね、勝負ね、もうどうでもいいです。自分が使うとか、そのキャラの強みになるチャージ攻撃のところだけ入れとったらいいと思う。賞味ケージなんかは普通の通常攻撃だけはあんまり1000件ここら辺は賞味無視しとっていい。どうせ使わんけん、これ属性がつくだけなんで。でケージといえばこのチャージ3とチャージ4なんですよね。くるくるするやつとこの気絶させてぐるっと回ってドンって落とすやつ、あれが強いんで、ここら辺はもう全部属性が乗るように優先して取っていくと。これは賞味どうでもいいんで、なんとなく取っただけです。で、これね、無双費用口の属性レベルが上昇。これも取っとったらいいと思う。これ優先して。やけん、属性はもう使うやつだけでいいと思う。優先して取るのはね。最終全部取るんだったら全部入るけど、もう優先的に取るんだったら使うやつだけ。で、とにかく楽に S が取れるように攻撃とステータスを強化していくのが全て S を取る、まあ近道というか最短距離なんですよ。 OK で、あとはまあここら辺かな。あとはこういうところをまあ伸ばしていって、まあ武器取得であったりとかその他もろもろに備えていくと。で、理想はね全部取ったらいいんよ。これやり続けたら全部取れるんで、普通に雪村全部取ってますし、全部取ったらまあまあ強いんでいいんですけど、これ全部取ってしまうとね、賞味5武器超楽になるんでって思ってちょっと調整しとんすよ。ちょっとある程度必要なとこしか 取らずに全部は取らずに置いとこうと思って置いとんで、もしかしたら6武器で全部取る可能性も出てくるかもしれないというところですわ。でこれで全部見れるんでね、雪村はこれが全部埋まってます。はい、ということでこんな感じでまあ S を取っていけるわけですわ。猛将伝のいいところはとにかく何も考えずにS が取れるのがいいところ。これが無印になると階級制度が邪魔して勲功アイテムとかはいい、まあ、なるべくステータスを上げないように、経験値を積まないようにして技能ポイントだけ稼いでいくっていうちょっとめんどくさい仕様があるんですが、猛将伝になると全て S を取ればいいだけなので、まあ、ストレスフリーになりましたよというのが今回の、お話になります。なんとなくわかりましたかね。さあ今回の動画で俺のしたいことは全部したぞ。とりあえず奈落で全部倒したのと、まあ、呂布が見れたね。これ意外やったね。呂布やったんや、あの下って。三国無双、しかも4のデザインやったな、あれって。3じゃないよね。けん。3の後に出たんかな ?4 の前やったんかな、確か。戦国無双初代って。そう考えるとちょっと熱くない ?4 が出る前にあれが出たってこと。ってことは、次の三国無双の呂布のデザインはこれですよっていう風に見せたってことでいいんかな。あれ4もデザインやったよね、確か。だって無双乱舞も地面叩いてドカーンってなったけん4のエフェクトやったもんね。で無双4がいつ出たんかちょっと忘れたけど、この戦国無双に前なんか後なんか分からんけど、まあ予兆みたいな、次の三国無双の呂布はこれですよっていうのをここで見せてきたんかもしれんし、そう考えるとちょっと熱いよね。はい。ということで、いいですかね。とりあえず、奈落全部クリアして、アイテム取ったのと、最下層が呂布っていうのが分かったのと、あとは、修羅属性がどんなもんかっていう実践と、ステータスアップ、猛将伝バージョンね。で、すべて S を取るのにどうしたらいいか。で、あとはスキルの伸ばし方とか、まあそんなところかな。長かったけど、ついてこれたかな、みんな。俺はちょっと喉が痛いよ、喋りすぎて。じゃあ、今回はこんな感じで終わりたいと思います。まあ、また次ですね、アイテム残りの分、ダラダラ取っていきますんで、よろしくお願いします。じゃあ、そんな感じで、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。